新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言に伴う休業や時短の要請に応じていない飲食店5店に対し福岡県は要請に従うよう命令したと発表しました福岡県から改正新型インフルエンザ等特別措置法に基づく命令を受けたのは福岡市内の5つの飲食店です客が集まる可能性があることから県は店名を公表していません 福岡県は現在、酒を提供する店には休業を、提供しない店には午後8時までの時短営業を求めていますが、5つの店は酒を提供したり午後8時以降も営業したりしていたということです。命令の内容は施設の使用停止などとなっています。福岡県が飲食店に対して命令を出すのは今回が初めてで、今後命令に従わない場合は30万円以下の過料を課す方針です。